くオーニーポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャスターをサポートする最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝アップルポッドキャスト、Spotify、スタンド FM をキーステーションにオンエアしております。今日お届けするトピックはこちら。ポッドキャスト収録前にテンション上げる3つの方法というテーマでお届けさせていただきます。リスナーの皆さん、朝からテンション上がってますか？収録するときにおはようございますみたいな感じで配信してませんか？ボソボソと声を出してませんか？収録前にですね、やっぱりねテンション上げないと、そのなんかね声のぬくもりっていうか声の厚みが全然違うんですよ。なのでこの3つの方法さえあれば、まああなたのですねポッドキャストや音声配信は、あ、なんかこのポッドキャスト元気になるなとか癒されるなとかね、そういうこうそのテキストとかブログでは表現できない部分もですねお届けすることができますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。3つの方法は、1つ目はこちらになります。逆立ちする。はい、逆立ちしましょう。まあこれ最初ねギャグなんですけども、ですね、やっぱりですね、あの血の巡りが良くないと、あの喋りも良くなりませんので、発声練習じゃなくて逆立ちすることをおすすめさせて、いただいております。なんかね、私これなんかこうやってるんですけど、毎朝あの結構いいですよ。うん、こうね、あの脳がすっきりするっていうかね、酸素が入る感じがして、逆立ちしてすごく深呼吸をして、こうそれでスーッとですね、またあの倒立から逆立ちから戻るとですね、なんかこう血がさーって流れてきて頭が爽快になるんですよね。人によっては結構こう、なんだろうな、逆立ちとか苦手とか逆立ちする場所がないっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、できる方だけですね、ぜひ爽快になってですね、ちょっとこう、アドリブのトークなんかにもですね、こう脳が冴えるような感じがしますので、ぜひまずはやってみてください。はい、そして二つ目がこちら。一口だけワインを飲む。好きなお酒ありますか？好きな何か飲み物ありますか？あなたが饒舌になるためにはワインを飲んでもいいじゃないですか。まあワインじゃなくてもですね、何か好きな、なんだろう、ブランデーでもいいですし、サワーでもいいですし、やっぱりですね、この雰囲気っていうか、こう、なんかこう、嬉しい気持ちっていうのはね、どっかこう、解放されるところから始まりますから、まあちょっとで一口だけお酒を飲むとか、まあ、一口だけ好きなサワーを飲むとか、まあ、一口だけ好きな何か食べ物を食べるとかでもいいかと感じております。で、飲みすぎちゃうとですね、やっぱ唾ってかさ、リップノイズが乗ってしまうので、まあ、ある程度ちょっとサクッとですね、こうちょっとこう日本酒を飲んだりとかですね、まあ、そういうことも大切ですね。うん。それで収録でテンションがまあ上がったりとかしていけば、結構ね、いいと思うんですよ。うん。はい。で、あと、よくあるのが、コーヒーとかね、飲んじゃうと、ちょっとコーヒーってね、あの、口の中に、こう、溜まったりしてですね、リップノイズの原因になっちゃうんですね。ちょっとこう、水が溜まってると結構、くちゃくちゃ、する原因になったりして、まあ、リスナーの方がですね、なんかちょっとこう、聞きづらいなっていう音になったりします。ちょっとくちゃくちゃといえばですね、過去に失敗したのはですね、飴。そう。飴ちゃんくれるおばちゃんとか、おじちゃんとか、おじちゃんはいないか。なんか飴、むやみに飴くれる人いるじゃないですか。で、飴もらって、で、喉を潤してっていう風に思うんですけど、結構ね、唾液がたくさん出てきてですね、あの、良くないんですよね。これね、本当に。なので、まあ、収録前には、ちょっとした、まあ、お酒を飲んだりとか、お水を飲んだりすることが、一番ですね、あの、声を整えるには最適です。そして、三つ目がこちら。好きな曲を一曲マイクで歌う。はい、リスナーの皆さんがお持ちのマイク、いいマイクですよね。またスマートフォンの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ループバック機能があるミキサーとマイクを持っている方でしたら、好きな曲をですね、iTunes からかけたりとか、また Windows メディアプレイヤーからかけたりして、なんか一曲歌ってみてください。そうするとですね、喉が通ったりとか、また口角が上がりやすくなったりして、
声がですね、かなりこう元気になりますね。はい。ですね、そこでやっぱり好きな曲なので、なんか過去のことを思い出したりしながら、なんかこうロックな感じだったりとか、なんかこう元気になったりとかっていうですね、そういうプラスの効果があります。ですので、好きな曲ですね、ぜひ一曲ちょっと流して、まあ、口ずさんでマイクのね、距離感とか確認したりとかしながら、あ、じゃあそろそろ本番撮ろうかなみたいなこともですね、結構おすすめですね。リッキーの場合はですね、ちょっと別のポッドキャスト企画で、相方の方とですね、MC を組んで、毎週、2週間に1回ですね、収録してるんですが、打ち合わせが終わった後ですね、大体、19? 覚えてますか?このリスナーの、この番組のリスナーの方の中で、19覚えてる方いらっしゃるかしらね。19っていうフォークデュオがですね、2003年か2年かな?くらいまであったんですけども、まあちょっと解散しちゃいましたが、19のですね、曲なんかをですね、お互い青春時代一緒なのでかけて、紙飛行機曇り空割ってとか、まあなんだろう、大切な人とか、ますね、そういう曲をですね、果てのない道とかですね、まあ、そういうのをこうかけて、まあ一曲歌って、で声を喉を鳴らしてですね、そこからじゃあ、まあ、ポッドキャスト しようか、みたいな感じでやっております。まあ、そういうですね、こう、もし、インタビュー形式とか、もし、MC が、2MC の場合でですね、なんか、こう、同世代だったらですね、こう、あの時代のあの曲みたいな懐かしい曲をかけると、非常にテンションも上がるし、まあ、お互いの息も上がるし、喉も潤ったりとか、口角が上がって、より聞きやすいですね、声になったりとかしますので、ぜひそういったところを調整しながらやってみてはいかがでしょうか。今日はポッドキャスト収録前にテンション上げる3つの方法についてご紹介させていただきました。ぜひこれから配信する方のちょっとテンション上げる参考になれば嬉しいです。今日の最新のポッドキャスト関連ニュースは、話すだけで切符が買えます緑の販売機プラス AI ということでですね、京都駅で実証実験中なんですが、声で新幹線の切符がですね買えるような機械が入っているみたいですよね。これすごいですよね。今後なんかこういうテクノロジーがどんどん発達していって、何でも音声で操作できちゃうんじゃないかなと感じました。これで京都駅で新幹線の窓側お願いしますって言ったから、ただ窓側変えるんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、そういうこう声を操るっていうか、声をちゃんと AI が聞きやすくする声にしていくっていうこともですね、まあ、こう音声配信とかポッドキャスト積み上げておくと、そういうところにもですね、順応に対応できる自分に、リスナーの皆さんになっていけると感じておりますので、ちょっとまあそういったところから少しポッドキャスト関連じゃないんですけどね、ちょっとこうそういう AI が発達しだしてるよということで、最新のテック情報でした。そして今日の合わせて聞きたいは、ポッドキャストで優しさを表現する7つの方法ということで、過去のオンエア、最近のオンエアですけれども、紹介させていただいております。ポッドキャストですね、ぜひ多くの方に聞いてもらえるために、優しさを表すとですね、結構ね聞いてくれるんですよ。そのコツなんかをですね、全部紹介しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターの毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報も発信しております。番組の感想は専用メール、もしくは専用フォームから、新着を見逃さないようにするには無料サブスク登録が便利。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学。This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な月曜日を。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.